皆様こんにちは、山口真理子です。90歳の母の1年をギュッと動画にまとめてみました。末期がんで余命1ヶ月を宣告されてからなんと29年、難病のパーキンソン病にもかかりながら長寿。今年の夏には熱中症から尿路感染症になり入院した時期もありましたが、現在は元気を取り戻し、動きにくくなった手足と懸命に戦いながら丸山ワクチンも今も自分で打っています。生かされている、病気になっても生かされているという姿を見せてもらいながら、母のようなケースは稀かもしれないのですが、大きな希望ももらっています。では皆様もどうぞご覧ください。さんが、ハイカロリーのゼリーを冷蔵庫に入れといてくれたから後で食べてみましょうね、はい、ちょっとずつでもね。マスクは取れますか？はい、どうでしょう。はい、バラとね、一緒にね、イロハも映ってね、イロハも映ってるの、うん、イロハも映ってるよ、寝てるけどね、元気に過ごしてください。はい。